米国出身使用禁止のプロ野球、球界勢力激変する説を検証。2023年8月23日、世間は高校野球の決勝で盛り上がりを見せる中、プロ野球ファンの間に激震が走る記事が現れた。それがこちらの中日立浪監督白米提供を禁止、令和の米騒動という記事。タイトルだけでパワーワードの大盛りご飯という感じもするが、詳しく説明すると、夏場になり細川誠也の調子が落ちた様子を見た立浪監督が、ご飯の食べ過ぎで動きが鈍くなったからやと考え、ケータリングでの白米の提供を禁止させたということらしい。記事の出どころが夕刊フジという週刊誌ということもあり、当初は疑いの声も上がったが、過去の隣人の動画で選手たちが食堂で米がなかったと語っているシーンも発見され、記事の信憑性はかなり上がってしまったと言える。さて、立浪監督のライス抜き政策の是非は置いといて、もし球界から米が消えてしまったらどうなってしまうのか。というわけで、まずは米が名前に入る選手を調査。が、2023年8月時点で現役選手の中で米の名が入る選手は存在しておらず、一応調べてみたが、稲の名が入る選手も0人。なんと、すでに球界に米は提供されていなかったのである。では、米は米でも米国、つまりアメリカ出身の選手を禁止すれば、栄養、いや、パワーバランスが崩れ、球界の勢力も激変してしまうのではないだろうか。今回はそれを検証してみよう。視聴者の皆様、米は米でもコメントは禁止しておりませんので、チャンネル登録、たくさんの米、よろしくお願いします。それでは、立浪さんの鶴の一声で使用禁止になってしまう米国出身の選手を紹介していこうと思うが、今回のルールはパワプロの選手データ欄で国、地域、いわゆる出身の欄がアメリカになっている選手を対象とする。なぜかというと、日本ハム野村勇輝や広島ケムナ誠など米国生まれ日本育ちのような選手もいるため、ややこしさ回避のために今回はそういったルールで米の除去作業を進めることにした。では先ほどのルールを念頭に米国出身選手を発表。まずはパリーグだが、最多の4名の該当となったのがオリックスと西武。特に西武はいずれも主戦力中の主戦力であり、かなり手痛いイメージを受ける。また日本ハムも3名が対象となり、うち1名はアメリカ出身の加藤豪介。すでに退団しているが、ガンとメネズの2人も対象選手であった。そして楽天、ロッテは共に1人ずつが対象となったが、ギッテンスはそもそも使用を封じられているようなものでもあるので、ダメージは低そう。続いてセリーグ。米を禁じられ大打撃を受けることが予想されるのは、12球団最多の5名の米国出身を擁する DeNA。 オースティンは元からいないことの方が多い気もするし、アンバギーは1軍にすら上がってきていないが、バウアーら投手陣を失うのはかなりのダメージである。また阪神、巨人、広島も4名が該当してしまい、核を担う選手も多く影響を及ぼしそうである。そしてなんと中日は12球団で唯一の該当者ゼロという衝撃の結果。やはりすでに立浪監督は米の提供は受け付けていなかったのである。というわけで、先ほどの対象選手を球界から取り除いた通称米抜きペナントを1年間回してみる。それではせっかくなので、米を抜かれた巨人と全く米を抜かれていない中日との開幕戦の様子を観戦してみることにしよう。本来巨人は開幕投手ビーディーだったが、禁止されてしまったので代役として山崎伊織が先発。初回、中日はいきなりチャンスを作り、4番石川昂弥のタイムリーで先制に成功。続く2回にもノーアウトから福永がツーベースヒットを放ってチャンスを作ると、村松の内野ゴロの間に追加点。さらに3回、またもやチャンスを作り、石川昂弥が2打席連続のタイムリーで米を抜かれた巨人から早くも3点のリード。だが4回、巨人も反撃を見せる。4番岡本のセンター前タイムリーで1点を返すと、中田も
一、二塁間を破るタイムリーを放ち、1点差に。そして6回、再び岡本。今度はバックスクリーン横へ叩き込み、止めを抜いた打線が中盤から機能し始め、同点に追いつくことに成功。その後は両軍ゼロ更新が続き、9回を終わっても決着つかず、試合は延長戦へ。だが、なんと巨人は先発ローテ入りしている菅野智之がリリーフ登板。一体何がどうなってこうなってしまったのか。実は原監督、先発山崎伊織を3回で降板させた後、2番手として田中豊樹、3番手として直江、4番手として鍵谷、5番手として高梨、6番手として三上、7番手として大江、そして8番手に大勢をつぎ込んでおり、なんと延長を前にリリーフが枯渇。そのため9番手として菅野をリリーフとして送り込むことになってしまったわけだが、普通に中日打線を三者凡退に抑え、適応力の高さを見せつける。するとその裏、中日も守護神ライデル・マルティネスを投入。しかし3番秋広の打球は稲のようにぐんぐんと伸びていき、スタンドに着弾。白米ではなく白星をチームに呼び込むさよならホームランが飛び出し、劇的勝利。開幕戦は米抜き巨人が影響ゼロの中日に勝利してみせた。というわけで、原監督のマシンガンすぎる系統でリリーフを枯渇させながらも白星を勝ち取った巨人。一方中日は序盤は勢いを見せるも、お腹が空いたのか逆転負けという結果になってしまったが、果たして米抜きペナントは一体どんな結果となるのか、シーズン終了までスキップしてみる。それでは選手の成績を見ていこう。まずは昨年の日本一チームオリックスだが、除去されたのは登板数があまり多くない投手だったこともあり、大きな影響はないように見える。野手も現実でシュインデルは20試合しか出ておらず、主要なメンバーが試合に多く出ている様子だった。続いてソフトバンク、今季大きな成長を見せているスチュワートジュニアが使えなくなったのは痛いが、頭数自体は不足していないため、こちらも大きなダメージは少なそう。野手もホーキンスは今季未だに1軍出場がゼロなため、ダメージゼロのようなものだが、柳田が2割2分9厘と低打率に苦しんだのは痛いように見える。続いて西武、高橋光成、平が共に防御率1点台で2桁勝利と大活躍だが、今井は4勝14敗と抜けたエンスカのごとく大きく負け越した。野手では主軸であるマキノン、ペイトンを抜かれ痛手だが、山川はやらかしていない世界戦にもかかわらず、あまり元気がなく全体的に破壊力不足。ちなみに米を抜かれた影響か、おかわりくんもしなしなになっていた。続いて楽天、投手に抜けた選手はおらず、痛手が少ない中、滝中が安定した投球を披露。野手はギッテンスが抜けたが、先ほども申し上げたように彼はいないことが当たり前のため、結局状況は変わらず。そのためフランコには頑張ってほしかったのだが、1割9分4厘で7本という残念な結果に。続いてロッテ、こちらも投手で抜けた選手がいないのだが、現実では1軍登板ゼロの石川歩がこの世界ではしっかり戦力になっているので、むしろプラスかもしれない。野手はブロッソーが対象だが、そもそも来たばっかりなのに除去されてかわいそうな気も。だが中村翔吾が現実を超える不振に陥っており、他の選手の成績を見ても厳しい感じが漂う。佐藤俊也も投手ではなく糖質を制限した結果、しなしなになっていた。そしてパ・最後、日本ハム、ガンとメネズに加えてポンセ、マーベルまで失ってしまったが、上沢の成績の暗黒エース感がすごい。一方野手は今回の除去をなんとか免れた野村が一定の活躍だが、助っ人野手たちはみんな微妙な成績に終わっており、痩せた清宮も米を抜かれさらに痩せ細り、しなしなになっていた。では背に移り、ヤクルトから先発不足気味のチームからピーターズ、サイスニードの両先発を失ったのは痛手
だが現実ではリハビリ中の奥川が1軍で元気に投げており、そこはプラスかもしれない。野手は抜けた選手がおらず、村上が元気に42本100打点、長岡も打率3割を記録するなど活躍を見せていた。続いて DeNA、 バウアーの抜けた穴は大きすぎるが、浜口や平で穴埋めに成功。しかし東が現実と比べるとよろしくない成績となっている。野手は抜けた選手がそもそも1軍にいない組のため、現実と同様の布陣に。むしろ佐野は現実よりも活躍を見せているため、これならおじさんにもやじられないはず。ちなみに白米をうまそうに食べる写真で有名な太田大志だが、米をノンテンダーされたことでしなしなになっていた。続いて阪神、投手陣は盤石のため抜けた人数の割には痛手には感じないが、岩貞が開幕前の構想にあった先発転向を継続しており、普通に活躍。野手は現実と違い佐藤輝明がチーム内首位打者、本塁打王、打点王の3冠となっており、まさかのミエセスのみ全試合出場を果たすというわけのわからない事態に。続いて巨人、こちらは開幕ローテであったビーディ、グリフィンが抜け痛手だが、戸郷は大活躍しており、開幕戦でリリーフ登板させられた菅野も一定の活躍を披露。野手はウォーカー、ブリンソンを失い、攻撃力が落ちそうな中、岡本が打率3割7厘、48本、126打点の成績を残し、もはや原監督にいじられることのない存在感を発揮していた。続いて広島、床田が大きく負け越し、森下、遠藤、大瀬良らも微妙な成績に。中継ぎに目を向けると、栗林以外は全体的に防御率が高めで、ターリーの抜けた穴は大きい様子。野手ではマクブルーム、デビッドソンという大砲を失ったことで大きなダメージが予想されたが、石川龍馬、坂倉翔吾らがなんとかポイントゲッターの役割を果たしていた。そして12球団で唯一何の影響も受けていない中日、それどころか故障離脱中の大野雄大もローテに入り、小笠原、柳も2桁勝利を記録。また現実では先発転向中の根尾が41試合に登板して防御率 2.62 とリリーフで成功。ライデル・マルティネス、勝野、藤島らの安定感も光る。そして野手だが、ビシエドが米を抜いた影響なのか、キレを取り戻し、ホームランをかつてのように20本台に乗せるなど活躍。だが今回の事件の発端となった細川はお米を取り上げられた結果、元気を失い、しなしなになっていた。以上、12球団の成績を見てもらったが、果たして球界の勢力は激変したのか。米抜きペナントの結果、パリーグはソフトバンクが優勝、そしてセリーグはヤクルトが優勝という結果になった。というわけで、比較のために直近のオール阪神巨人の説の検証時のデフォルトの成績と比べてみることに。まずパリーグだが、米があった時はオリックスが独走状態で優勝となったが、米を抜くとソフトバンクが優勝する結果に。しかしパは瀬と比べ米国出身者が少なめだったこともあってか、全体的には言うほど変化はなかった。一方セリーグは2人の先発助っ人を失っても打力でカバーしたヤクルトが優勝。逆に広島は主力を大きく失ったことで2位から最下位独走状態に。そして渦中の中日だが、最下位から2位にまで浮上。やはり米抜き球界では強かった。また打撃成績に注目してみると、やはり助っ人が抜けたことでホームラン数が落ちたチームも多く、パは100本以上記録したチームがいなくなってしまった。だがそんな中で、なんと中日のホームラン数はなぜか増加。米を抜いてから29本も増やしており、もしかすると立浪さんの指示は間違っていなかったのかもしれない。だがその後 CS では DeNA と楽天ともに3位のチームがハングリー精神むき出しで日本シリーズへ進出するという史上初の展開。そして日本シリーズは DeNA が楽天を圧倒、4勝1敗で日本一に輝いてみせた。案外米抜きもありなのかもしれません。というわけで、米国出身を抜いた結果、ベイが日本一になりました。割と高めの米を炊き上げ、お湯を
まかしお茶漬け食った。